おどの神社は栗原市栗駒稲屋敷高松五十一番地に鎮座しご祭神早須佐能のと、家具氏のとのほかをお祭りする縁起式内のお社です元の鎮座地は現鎮座地北西の山でした奥宮と言われております旧栗原郡地内に大土森と呼ぶ円錐系の富士山に似た山が2か所にあります 一箇所は神社名のもととなった新泰山大戸鹿森5 8 0ル、そして旧長崎村大戸鹿森3 3 7メートル、同盟のため区別ができないのを理由に明治の時新泰山を大戸鹿森と呼ぶようになったと言われます大戸鹿森は見る位置によって山の姿が変わります。南の位置から見ると、 平凡な山ですが東の方から見ますとその姿が一変いたしますこれは奥宮を結ぶ戦場であります古代我々の祖先が生活する中でこうした秀麗な山に真意を感じやがてそれの静まる山へと移行した思いがうなずける気高さを感じます本来それの行く山それの静まる山が母体となって古事記 日本初期の神々が合わせ祀られてきたと考えさせられるのが、自然のように思われます。ここで忘れ去られようとする遠い遠い御祖先に思いを致すとき、明治の初め、栗原郡に五十あった村々に、産ぶす神社がそれぞれその里の高台に祀られてあったわけが、おのずから分かってまいります。 旧神社跡から石器土器が出土しております。また、社殿跡の土台石、建物の跡と、確認できます平坦な場所が8か所ほど見られます。池の跡が2段になって石し部の中を今も清水が流れております。現社殿は、奥宮に続く絶上の山の先端になります、集落の中の高台です。 神神徳は、の神社です。願い事の叶う神様と言われております遠い神々それに感謝の思いをつなげなければ本当の神々のはじめに達しえないしその力をいただくこともできないと思います1万年に近いと言われる神々それの息吹を感じながら神明奉仕に努めております